アンダーセン艦長。歴戦の空母ケストレルをここまで生きながらえさせてきた男。いやー、全く自分など負け戦ばかり繰り返してきた男です。だが開戦以来一段も被ったことがないこの艦なのだ。船に傷がつかなくても艦載機を出すたび帰ってこない部下の数が増えるというのは辛いことです。とうとう搭乗員は分隊長のスノー隊一人になりました。飛行機のない空母はお役御免です。ここで昼寝をしております。私は前の戦争が終わる頃、自国の都市の上に核兵器を落とす役を仰せつかりました。ああ。命令拒否して脱走した私を拾ってくれたのがバートレット大尉です。キッドというのはその当時の彼のあだ名だった。不思議な男でしてね、以来15年間昇進していません。私の国には灰色の男たちと呼ばれる連中がおりました。今でもいるはずです。彼らにとって裏切り者の私をかくまい続けたのがバートレットです。時にハーリング大統領の行方のことですが、やはり灰色の男どもが。うちの船で一隻高い傍受能力を誇る通信情報官がおります。アンドロメダ。ベルカ号の秘密通信を傍受しましてな。そのために大佐、あなた方にお越しいただいたのです。激しい飛行は体に応えます。これからは彼らの時代です。カグ、ストップ。しかし機体の方は、南ベルカの会社がユークにこっそり輸出しようとしていたのを打破しました。よりどりみどりです。それでは異存がなければ航空作戦の指揮は私が取らせていただく。ベルカ公国領内において大統領救出作戦を実施する。通信情報官アンドロメダがハーリング大統領がベルカに捕らわれているとの情報を傍受した。場所はベルカとノースオーシアの国境地帯南端に位置する湖上だ。直接の救出活動はヘリ部隊シーゴブリンが行う。目標地点の安全確保の後、城にヘリが降下、救出部隊を下ろす。地上及び城内での救出作戦展開中、ヘリは上空で待機する。救出作戦を妨害する敵勢力の鎮圧、シーゴブリンの援護が今回の任務である。空母ケストレル艦載機の中から任務遂行機を選び出撃せよ。
隊長、どの機体にすればいいですか？第一作戦は増えてな機体編成だが、これで出るか？私の機体を選んでください。隊長、どの機体にすればいいですか？第一作戦は増えてな機体編成だが、これで出るか？第一作戦は増えてな機体編成だ。モードク、出撃。忘れがあるとまずい。確実にな。
敵のブロックだ。見せつけてやろうぜ。
まり苦戦してるよ。味方の無線だけ聞いてるからそう思うだけだ。
実施せよ。着艦を強化する。戦は成功だ。ハーリング大統領は無事に救出された。大統領に若干の衰弱が見られはするが、健康状態は比較的良好である。
私たちが大統領の到着を聞いて艦橋に駆け上がった時、大統領は艦長や親父さんとにこやかに談笑していた。大統領は囚われの古城の窓から、今では別々の国となった南北ベルカを隔てる7つの爆心地クレーターを見て過ごしていたのだという。結局オーシア軍はユークトバニア首都を陥落させることができず、戦況は泥沼化している。かつて世界に向けて戦いを挑みかけたベルカに鉄槌を食らわせたオーシアとユークトバニアへの復讐として、これほどふさわしいことはない。両国の間に憎しみを作り出し、戦争によって疲弊していくことを望む者ども、二つの国の軍人たちは踊らされるがまま。通信艦が傍受し続けているユーク軍の無線、その一つ空軍の航空管制通信のベースラインに謎の数列が仕込まれているという。緯度、経度、日時、そしてもう一つの何かを表す数字。答えは大統領が出した。驚いたな。この数字は私の大統領選挙での得票数だよ。これは一度目の、こちらは一昨年の選挙の数字だ。これは私に当てたものだ。緯度と経度は北ベルカ領内を指している。日付は明日。サンド島から来た彼らは大統領直属の航空戦隊となった。公式には撃墜され、死亡が報告されたまま。これが新しい彼らのマークだ。